というわけで、今日はヨークシャテリアの武蔵くんがやってきてくれました。いや、武蔵くん、どうですか？今年で何回目の夏を迎えたんでしょうかね。武蔵くんね、若々しく見えるんですけど、もう14回を超えてますんでね、結構な、ご長寿さんですよね。いろいろあったよ。そうですね。しかしまあ若々しいですね。いいですね。日々私たちもね、まあ若々しくありたいんですけど、なかなかね、年を取ってしまうんですけどね、武蔵くんのようにね、元気はつらつな感じがいいですよね。やっぱ夏を乗り切るにはやっぱ何が秘訣ですか？夏バテせずに。そりゃ寝ることだよ。ああ、なるほど。それは寝ることですね。わかりました。じゃあエアコンの効いた涼しいお部屋でね、ゆっくりと寝ましょう。以上、いつも元気な武蔵くんでした。さようなら。